茶を貸し、実行犯までいた朝鮮学校、北朝鮮と我が国で存在しているテロ組織を決して許せません。指名飛行、北朝鮮は拉致被害者を全員返せ、返せ、北朝鮮は今すぐ拉致被害者を全員返せ、返せ、金正恩は自分に子供ができたことを喜ぶ前に拉致被害者を全員返せ、返せ、一方メディアは私たちに拉致事件の真相を伝えませんでした。すがる思いで被害者救出を訴えたご家族を思うとき、私たちは外国メディアに対して怒りを感じずにはいられません。主婦一方、国会議員は被害者を全員ご家族の再会のために、断言する。
の日本人が連れ去られました。2002年に5名が帰国した後は未だに一人も戻ってきていません。北朝鮮とともに誘拐を指示し協力した朝鮮総連、監禁場所に校舎を貸し実行犯までいた朝鮮学校、北朝鮮と我が国で存在しているテロ組織を決して許せません。シュプレヒコー、北朝鮮は拉致被害者を全員返せ、北朝鮮は今すぐ拉致被害者を全員返せ、キム・ジョンウンは自分に子供ができたことを喜ぶ前に拉致被害者を全員返せ、北朝鮮はミサイルを飛ばす余裕があるのなら拉致被害者を即刻返せ、日本人を拉致した犯罪国家北朝鮮を絶対に許さないぞ。朝鮮学校、朝鮮総連を絶対に許さないぞ。怒りを感じずにはいられません。国会議員は拉致被害者を全員救出しろ。被害者を救出しようとした今すぐ議員バッジを外せ、拉致実行犯を逃がした菅直人、鳩山由紀夫を許さないぞ。北朝鮮に媚びを売る辻元清美は今すぐ議員を辞職しろ。監禁場所に校舎を貸し実行犯までいた朝鮮学園、朝鮮学校、北朝鮮と我が国で存在しているテロ組織を決して許せません。シュプレヒコール、北朝鮮は拉致被害者を全員今すぐ拉致被害者を全員返せ、当たり前に思うことです。もしかすると私たちがこの被害者かご家族の
立場だったかもしれないのです。もし私たちだったらしてほしいこと、それはこの事件をみんなで考え救出を求めることを求める声を絶やさないことではないでしょうか。シュプレイコール。私たち国民は拉致事件を決して忘れないぞ。自分の大切な家族を連れ去った誘拐犯に何も言わず放っておくことができますか。私たちは北朝鮮にさらわれた被害者とご家族の再会を強く望む一般市民一同です。1970年代後半から日本各地で北朝鮮のスパイにより多くの日本人が連れ去られました。2002年に5名が帰国した後は未だに一人も戻ってきていません。北朝鮮とともに誘拐を支持し協力した朝鮮総連、監禁場所に校舎を貸し実行犯までいた朝鮮学校、北朝鮮と我が国で存在しているテロ組織を決して許せません。シュプリコー、北朝鮮は拉致被害者を全員返せ。現在自民党の藤本清美、そして拉致実行犯の逃亡に協力したのは菅直人、鳩山由紀夫という元首相の2人だったのです。一方メディアは私たちに拉致事件の真相を伝えませんでした。すがる思いで被害者に被害者救出を訴えたご家族を思うとき、私たちは売国議員、売国メディアに対して怒りを感じずにはいられません。シプライコール。国会議員は拉致被害者を全員救出しろ。私たちと同じごく当たり前に過ごすはずの日常を40年も奪われ続けています。実行報道をやめろ。
な理由で連れ去られ引き離された被害者とご家族、私たちと同じごく当たり前に過ごすはずの日常が40年間も奪われ続けています。40年間再会を待ち続ける被害者とご家族を忘れないぞ、忘れないぞ。私たち国民は被害者とご家族の再会のため団結するぞ、団結するぞ。私たち国民は拉致事件を全員の問題として団結するぞ、団結するぞ。ご自分の家族が誘拐されたのに救出もせず誘拐犯に媚びを売る権力者がいたらどう思いますか。私たちは北朝鮮にさらわれた被害者とご家族の再会を強く望む一般市民一同です。拉致事件の情報を隠していた社民党、拉致事件により戦後賞を優先した現在民主党の辻元清美、そして拉致実行犯の逃亡に協力したのは菅直人、鳩山由紀夫という元首相の2人だったのです。一方メディアは私たちに拉致事件の真相を伝えませんでした。それはこの事件をみんなで考え救出を求める声を絶やさないことではないでしょうか。主婦連合、私たち国民は拉致事件を決して忘れないぞ。ご家族の再会のため団結するぞ、団結するぞ。私たち国民は拉致事件を全員の問題として団結するぞ、団結するぞ。私たち国民は拉致事件の解決に取り組む政府を支持するぞ、支持するぞ。私たち国民は被害者とご家族の再会のための活動に協力するぞ、協力するぞ。理由があったら被害者を、拉致被害者を即刻解決、日本人を拉致した犯罪国家北朝鮮を絶対に許さないぞ、許さないぞ。国会議員は被害者を全員救出しろ、救出しろ。私たち国民は拉致事件を決して忘れない、発表されている、ね、人数は少なすぎるんです。疑いの北朝鮮の拉致された、被害者はですね4桁に上るんですよ。1000人なのか5000人なのか8000人なのか分かんないんですよ。それぐらいのたくさんの 数の被害者がそのまま日本で暮らせず北朝鮮でいいようにね使われてですよ、そんな裕福な暮らしをしているわけでもないんです。そしてねなんとかねいつか日本政府がですよ助け出してくれるのを待って、もう40年なんです。あと40年経てば確実に皆さんね拉致被害者が亡くなってしまう可能性が高いんですよ。それをね黙ってほっといている日本国民でいてはいけません。これからどん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 風化させるんではなく活性化させて問題をですねきちんと日本人全員がです
を共通する問題として認識する必要があります。絶対ね、最後の一人まで返す、取り返すまでですよ。私たちはデモを続ける必要があるんです。絶対風化させないように、これからも各地方各方面で皆さん頑張ってください。よろしくお願いします。